天竜川、天竜川、旧名称天竜川は、長野県から愛知県、静岡県を経て、太平洋へ注ぐ天竜潜水系の本流で、一級河川の一つ。流路延長は 213km、日本全国9位。流域面積は 5090km、日本全国12位。諏訪湖の唯一の出口である、長野県岡谷市の鎌口水門を源流とする。 長野県上稲郡立の町から始まる稲谷を形成し、一部愛知県をかすめ、静岡県へ抜ける。浜松市天竜区二股町下市まで、平野部にで、浜松市と岩田市との境をなしつつ、遠州などに注ぐ。流域は、急旬な地形のため古くから、暴れ川、暴れ、天竜として知られ、多数のダムが存在する。慶長十一年、1六百七年。 門倉領医が、東大寺大仏原改築に用いる木材の運搬のため、天竜川を浚渫し、品の国平で、長野県立の町から、東都海国かけつか、静岡県岩田市まで通船させて以来、江戸の建築用木材が、流域の山林で伐採され、天竜川をいで下って届けられた。赤石山脈、基礎山脈という日本の屋根に挟まれながら流れる。 天竜川水系は、その急峻な地形ゆえに古来より、水害に悩まされた。古くは701年に天竜川最古の水害記録が残される。特に、稲谷の出口にあたる天竜橋付近は、川幅が急激に境愛となることから、稲谷は特に洪水の被害が顕著であった。天竜川最大の洪水は1715年の羊満水と呼ばれる洪水で、 稲田にはあたかも湖水のようなありさまだったと記録に残されている。これに対し、流域の住民は様々な方法で水害に対処していた。上流部の信濃においては、江戸時代中期の1746年、飯田藩主、堀尾屋町は、重心のクロスクスの木下門を、不審奉行、中村宗兵衛を作事奉行として、現在の下稲郡高森町の天竜川に堤防を建設。 さらに、天竜井という用水路を改作し、灌漑を図ろうとした。この、総米川所は1752年に完成し、飯田藩内の水害を軽減した。上流の上稲郡、片桐、現在の中川村片桐では1772年より、利氷江堤防の建設が始まった。これはこの地の名主である、松村治氷栄忠資金が、天竜川の治水を目的に、 護岸工事を始めたものである。この事業はやがて、高藤藩の事業に昇格、ただし金の後を継いだこの常由、孫の中領の代にも継続され、松村家三代にわたる、この事業は1808年の完成まで実に58年間、57万6千人の人員を費やし金星天竜川最大の河川工事となった。1832年には、 美ノ高須藩の飛び地である座工事、玄伊出し座工事に、石川所が建設された。利水においては、天竜医の八1832年に、伊藤伝兵武,武隆氏によって、天竜川流域一帯に、農業用水を供給るため、天竜川各所に固定石を建設、取水した。これらは、伝兵伊子寺と呼ばれ、流域の神殿開発に大いに役立ったのである。明治時代に入り、 天竜川の地水は1885年、明治17年に従来の囲いを連結堤防に集築することから始まった。1927年、昭和2年には引き包みや川幅の拡幅は行われたが、水害の根本的解決には至らなかった。この後、諏訪湖の洪水調節を図り、諏訪盆地を水害から守るため、鎌口水門が 天竜川の流出部に1937年、昭和12年に建設された。下流域では、天竜川は荒玉川ないし、荒玉川と呼んでいた。俗日本期において霊気元年、715年5月20日に、東都海国地震。山崩れて荒玉川を塞ぎ見ずこれがために流れず、数十日を経て、 敷地、長下、石田三軍の民家1 7十翼を解没すると記載されている。さらに、761年、天平法治5年7月19日上には、東都海国荒玉川の包み結すること3 0余だけ、炭鉱30万3704人を益し、糧を当てて集中せしむ。とあり、761年以前から包みが造成されていたことを示している。 平安時代の日本文徳天皇実録十三年、853年、上では広瀬川と称されている。度重なる洪水で稼働が変化していたことが推測できる。新玉川は浜松平野の西側、三方現代地側を流れていた。そして鎌倉時代の頃には東側、岩田原大地側に本流が移ったと推測されている。西側のも残っていて、 1572年頃の稼働の様子が紅葉軍艦に記録されている。それには新玉川ではなく小天竜と記載されている。ちなみに小天竜の稼働の名残は現在、孫目川となっている。元気、天正年間の1573年、当時浜松城主であった徳川家康が遠遠海を領有していたが、天竜が流域を境にして、 激しく争っていた、武田信玄、武田勝頼から、本拠地である、浜松城や三河を防衛するため、また神殿開発を実施して収穫校を増やして、国力を高める目的で天竜川の整備を始めた。第一次小天竜、玄、まご川の締め切り、及び、右岸堤防、寺谷をもい取り入り口に伴う、左岸堤防構築を計画。1588年、 天正16年には、稲流治水事業で、名高い稲中寺に治水事業を命じる。1590年、天正18年に、家康が、豊臣秀吉の命で、関東に天保された後も、天竜側の治水事業は、公認の浜松城主、堀義春に引き継がれ、翌1591年に、一応の治水事業は終了した。江戸時代における、 下流域の治水事業では、彦助亭の築造が代表的である。一応1573年家康により、西側の稼働、昇天流が締め切られたが、天流側の流れに対して耐えられる、工事内容ではなかった。したがって、それ以後も大雨の度に昇天流の稼働に、水が乱入して、洪水被害が発生していた。1656年に、彦助スケは、 小天竜の完全な締め切りを目的に築造された。松野彦助は、浜北村、原浜北区の昭屋で、大地主であった。しかし、1674年の大洪水で、彦助堤は崩壊してしまった。翌年1675年に復旧した。そして1745年に、彦助堤が切れた時に発生する、被害予測を、天竜川通水口不調として、 浜松藩及び幕府に差し出した。その後、藩、幕府の対応記録はない。同時期、天竜川の支流である二股川でも大規模な治水事業が計画された。二股川は地形の関係で大雨の時には通常より約10メートル近く天竜川の水位が上昇する地点で合流しているため被害は甚大であった。 そこで、当時の二股村名主、袴田神右衛門により、稼働のき替え工事を行った。この工事には、代官所の許可が、費用の問題等でなかなか得られず、完成したのは1798年で20年、以上の歳月を要した。下って、明治時代に入り、下流域の治水事業は、明治初期に、金原昭吉、株式会社マルーン、創業者により始まった。 金原明義は天竜川が原因による浜松市当時は浜松県の洪水災害を防ぎ安定した市民生活及び産業発展を願い資材を投じて治水事業を開始した。主に堤防の整備を行ったが山間部における植林作業を行い雨水が直接川に流入することを防ぎ効果を上げ浜松市の天竜区における林業発展のきっかけにもなった。 それから、近代治水事業が本格的に始まり、明治後期に、豊岡村、現伊渡市の流路を整備し、昭和初期には、浜北市、現浜松市浜北区上島地区の流路、太平川の締め切りを行い、1944年、昭和19年に、天竜川東派側を締め切り、流路修正を行った。東派は、掛塚地区で水運に利用されていたために締め切り、 計画は当初は、住民の理解を得られず一時中止となっていた。そして、1958年、昭和33年には、西派川の締め切りを終了し、稼働の一本化が完了した。一方、水量が豊富で急峻な地形の天竜川は、水力発電の敵地であって、福沢桃介率いる天竜川電力、後に、矢作水力となり、日本初送電に、 九州による水力発電計画が進められた。1935年、昭和10年、天竜川本流に安岡ダムが建設され、本格的なダム式発電所の建設が始まった。その後1936年、昭和11年に、支流の岩倉川に岩倉ダムが、天竜川にも平岡ダムの建設が開始された。だが、戦争の激化に伴い治水事業も、 微水事業も中止となった。戦後、連合国軍最高司令官総司令部 GHQ によって過度経済力集中排除法の指定を受けた日本発送電は1951年昭和26年に分割民営化。これに伴って長野県内の天竜川水系は中部電力によって発電用水利権と水力発電施設が承継された。 中部電力は戦争で工事が中断した平岡ダムを会社発足の年に完成させている。一方静岡県内は1952年昭和27年の電源開発促進法施行によって発足した特殊法人電源開発株式会社によって大規模に進められた。1956年昭和31年に天竜川中流部に 約3年の工程で建設された佐久間ダムは高さ155メートルと当時世界で10番目に高いダムとなった。佐久間発電所から発電される電力は天竜川の放送水力の3分の1をまかない天竜川における水力発電の中核施設となった。この後百五十八年昭和十三年には秋葉ダム天竜川百六十九年 昭和44年には、三作母ダム、三作母川が建設される、東電源開発は進められるが、1972年、昭和47年の新豊根ダム、大入線。国土交通省中部地方整備局完成に伴う、新豊根発電所は、佐久間ダムとの間で、用水発電を行うことによって、最大出力112万5000キロワットの発電を、 行う中部有数の水力発電所となった。1976年、昭和51年の船際ダム建設で、水力発電施設の建設は一段落ついたが、天竜川は、日本有数の水力発電地帯となった。天竜川は、電源開発だけではなく、治水や、灌漑整備といった、河川総合開発事業も行われた。契機となったのは1950年。 昭和25年の国土総合開発法である。戦後疲弊した経済を回復させるため、第三次、吉田内閣が閣議決定し国会で可決成立したもので、全国22地域を対象に、河川開発や工業地域開発、灌漑整備事業が行われた。天竜川水系もこの法律の対象地域に指定され、天竜東、 三河特定地域総合開発計画としてまとめられた。まず開発の対象になったのが三部川で第一次三部川総合開発事業が手掛けられ1959年昭和34年建設省によって三和ダムが長野県によって高藤ダムが建設されて三部川の洪水調節と沿岸下岩段球場の農地に考えを行った。 ところが1961年、昭和36年6月の昭和36年6月梅雨前線豪雨、通称36水害は稲谷に壊滅的な被害をもたらした。この時も天竜京々愛部で水がせき止められ、飯田盆地は一面湖水のようになっている。各地で土石流や崖崩れ、家屋流出が起こり死者130人、負傷者1555人、 被害総額1、200億円というものであった。この災害では、腰部側からの洪水被害が特に甚大であった。このような水害から流域住民を守るためには、根本的に治水計画が必要となり、建設省、現、国土交通省中部地方整備局は、天竜川水系を1970年、昭和45年に一級水系に指定し、 小渋川総合開発時に着手。天竜川水系に多目的ダムを建設し、地水、利水を図ろうとした。1969年に小渋ダム、小渋川を建設し、三和ダムと共に天竜川ダム統合管理事務所によって、総合的に運用した。天竜川下流部の地水においては、1944年、昭和19年駆けつか川の東派川を締め切り、 そして1950年、昭和25年に、天竜川西派川を、締め切り天竜川の稼働を一本化。さらに大入線に新豊根ダムを建設した。長野県も、補助多目的ダムを天竜川支流に建設する、計画を進め、松川ダム、片桐ダム、横川ダム、箕輪和ダムが建設された。利水に関しては、東海地方の水需要の増加に伴い、 豊川用水の建設が水資源開発公団、現独立行政法人水資源機構によって進められた。この中で水源を佐久間ダムに求めることとなり、佐久間湖から代入戦闘志向を経て豊川水系に送水され、売れダム、大納島志向、売れ川を経て豊川用水を通じちた半島とともに水の便が悪かった悪半島及び 豊橋市を中心とした東三河地域へ水を供給している。ここにおいて、佐久間ダムは発電のみならず、浜松市等の静岡県遠州地域、愛知県東三河地域の水亀としても重要な役割を持つようになった。このように地水、利水に関しても開発は進むが、1982年、昭和57年の水害で天竜川はまたも大きな被害を受けた。 このため建設省は、第二次三部川総合開発事業を計画し、三和ダム上流部に塗装ダムの建設を計画。佐久間ダムに関しても2003年、平成15年の天竜川ダム再編事業計画で、洪水調節機能を付加した多目的ダムとして再開発し、下流の治水を図ろうとしている。釜口水門についても、治水機能を強化するために1 9 8八年、 昭和63年に全面改築され、給水門の3倍の洪水調節能力を有するようになった。だが、1990年代以降の公共事業見直し論議の波は、天竜川にも及び、当時長野県知事であった田中康は、脱ダム宣言を発表、長野県内で計画中のすべてのダム建設を中止した。天竜川水系でも、 下諏訪ダムをはじめ後、志沢ダム、駒沢ダム、縦品ダムが建設中止となった。この宣言に対しては、環境保護、利権行政脱却の観点で評価する声が多い。一方、具体的な代替案を示さず建設中止を強行したことで、流域住民の安全が担保されていないという批判もある。2006年、平成18年7月、 天竜川上流域を活発な梅雨前線による集中豪雨が襲った。岡谷市では土石流が発生死者を出す惨事となり、天竜川も堤防が決壊するなど甚大な被害を受けた。この豪雨は気象庁によって平成18年7月豪雨と命名された。田中は直ちに現地に赴き人頭指揮をとり、陸上自衛隊に災害派遣要請を迅速に実施するなど、 行政責任者として迅速な対策を講じた。被害地域は宣言で中止したダムこそなかったが、宣言以降の治水整備の地帯に対する批判が反対派のみならず、かつて田中を支持していた層からも紛失。2006年の長野県知事で落選した。公認の村井人氏は宣言の見直しと各河川に合致した河川整備の早急な実施を掲げている。 こうして天竜川水系には地水、利水、発電を目的に多数のダムが建設された。だが、これに伴う新たな問題がもたらされた。大佐と海岸侵食である。天竜川は静岡糸井川構造線及び中央構造線付近を流れている。このため、古来より流域の山腹は放落が激しく大量の土砂が天竜川を経て 演習などに運ばれてきた。そうして形成されたのが、中田島砂丘であり、海亀産卵の場所になっている。ところが、天竜川流域に多数のダムが建設されるに及んで、ダムの大差と砂丘の交代とが新たな問題となった。特に、安岡ダムでは、許容大差容量の約84%がすでに砂で埋まり、小渋ダムや、三輪ダムでも大差による影響が現れ始めた。 屈指の人造庫である、佐久間湖を持つ佐久間ダムにおいてさえ、200年間無策のまま放置すれば、佐久間湖が完全に土砂で埋まると予測され、大佐対策が喫緊の課題となっていた。土砂流入防止のための砂防事業や海岸整備事業は行われていたものの、根本的解決法である大佐の除去と、流砂促進については有効な対策を打てずにいた。 1990年代に差し掛かると土木技術の進展を背景に本格的な対策が取られ始めた。1989年、平成元年の第二次三部川、総合開発事業において、三輪ダムの高級大佐対策が行われた。それは、著作ダムと分流石をダム湖上流に建設し、廃砂トンネルを通して流砂促進を図るというものであり、2001年、 平成13年に完成した。それでも2002年、平成14年11月17日付の朝日新聞報道によれば、大差率上位を占めていたのは、天竜川水系のダムであった。2004年、平成16年からは、天竜川最大規模の佐久間ダムにおいても、国土交通省中部地方整備局による佐久間ダム再開発事業が進められている。これは、 洪水調節機能負荷に加えて、流砂促進のためのバイパス施設を整備して、天竜川下流部へ大差を流し、中田東砂丘の復元を図ることを目的としたものである。天竜川水系においては、安岡ダムを川切りに、水力発電事業が進められた。地水、利水に関しては、三部川総合開発事業、腰部川総合開発事業、 大入線総合開発事業等に基づき、国土交通省中部地方政局や長野県によって、多数の多目的ダムが建設された。また、豊川用水の水源としても、天竜川は重要で、浜松市、豊橋市等の水がめになっている。これら地水、利水、発電のいずれにおいても、重要になるのが、佐久間ダムであり、天竜川総合開発の扇のようとなっている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。